こんにちはコスイです。本日は手放したくない女性の4、守ってあげたくなる女性という話をしていきたいと思います。手放したくない女シリーズを今1から徐々にね入れていってるんですけど、今日はその4番目です。なんか1から3も入っているので、あのまあ、もしよかったら聞いてもらったら探して聞いてもらったらと思います。 守ってあげたくなる女性っていうのも男性から見てやっぱり手放したくない女性の要素の一つかなっていうふうに思いますやっぱり男性には守りたい欲求まあ保護欲求っていうみたいなんですけど弱いものとかなんか女性とかを守ったりフォローしたり助けたりしたいっていう欲求が持ってたりすると思うんですねそういう気持ちをこう奮い立たせてくれる女性っていうのは 男性かから見て大事ににしたいいいい人なななんじゃう思す。で、この話をすると結構「守ってあげる」っていう言葉を言うとなんか自分が弱いふりをしないといけないんじゃないかとかぶりっこしなきゃいけないのかしらとか取り,取りやすい人って結構いらっしゃるんだけどそうじゃないんですね。なんかあのー そのままのあなたでいたとしても実は苦手なことだったり実はできないことだったり実は助けてほしいことっていうのはあるはずなんですよ。だけど、えっと、やっぱり長くこう生きてるとそできないとかいつまでも言ってられへんからなんかい何,何,何かしてそれを乗り越えてきてるんですね。 だから、できると言えばできるけどでも本当は助けてもらえたらなと思うことはあるはずですからそこをちゃんと,、えー、と思い出すことですよね。結構ね、官邸でもこの話になるんであの苦手なことあるでしょって言ってみてって言ってもいや、私、別にそんなないですとかっていう答えをしてくる方結構いらっしゃってでもよくよく話していくと実はあるんですね <laughs>。あの 例えば何でしょう方向音痴だったりとか女の人は結構地図読めないってありません地図がま私もそうなんですけど地図ぐるぐる回さないとよう読まないとかあとパソコンのことがよくわからないなんか固まったらどうしたらいいかわからないだとかあと配線ですよねなんか機械のパソコンだったりテレビだったりの,あのコードの配線がよくどこに差し込んでやったらいいかわからないとか結構あれでしょうそういうの。 そういうところから助けてもらうってうことをあのやっていくやっていくっていうか、まあ、もう観念して助けてもらった方がいいよっていう話なんですよもしくは自分が守られたかったらねもう私は自分で生きていくんやっていう人は別にいいんですよそれはそれで生き方なんで別にそれは否定しませんだけどあの女性として守られて楽に生きるっていうのかな楽に生きていきたかったらそうした方がそういう結果が得られる でまあ、例えばそうです、ね、私、車の運転まっすぐの道とか広い道とか全然できるんですけどどこでも行けるんですよ遠くでも全然行けるんですけど私は狭い道がすごい苦手でこれ、今まで3回事件を起こしてるんですけど事件っていうほどでもないけど、まあ、あのやらかしてるんですけど狭い道に間違えてて入ってしまうんですねいつもなるべく狭い道に行かんように気をつけてるんだけどなんか迷ってしまってすごい狭い道に行ってしまう時があって。 でその狭い道に前からトラックとかが来たりするじゃないですかもうダメなんですね私そういう時は必ずやることを決めてるんですよ向こうの運転手さんに向かって手を罰にして「無理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 」無理無理ってやるんですよそしたらもう今まで3回ありましたけどもうその運転手さん降りてきてくれて私の車をどかしてくれるんですねでそうやって頼まあ頼ってるわけじゃないですか、まあ、赤の他人ですけど無理って言っても私はお手上げで 私も絶対ぶつける自信があるんでもう,もうなんか諦めてるんですねでそういうふうにしたら、えっと、そんな嫌な顔されたことって一回もないんですねなんか多分男の人は、まあ、保護要求までいくかどうかわからないけども、まあ、困ってる人を、まあ、女性をちょっと助けてあげてちょっと何、うん、んだろう達成感っていうか自分が男として秀入れてるっていうのを感じられたと思うんですよね困ってるわけだから なんか結構ご機嫌っていうか向こうはニコニコしてたりしますよねそうやってこっち助けてもらっててありがとうなんですけどそれありがとう言われてなんか結構その男性も嬉しそうにしてたっていう記憶があります3回やれれかしてるんですよそれだからそういう話ももうあの彼氏にもねしてるので彼氏はもう私のことが危なっかしいので私に運転あんまりさせない。 っっててていいう状況になっていて <laughs> 私はそれで楽なんですけどなんかずっと運転は車は彼氏がやってくれるそういう感じでうん,なんかでき,できないことをもうできないって言ってしまう方が男の人から見た時に助けがいがあると思うんですねだからそのまあ例えば軽いことで言ったらペットボトルの蓋なんか私ペットボトルの蓋開けるのめっちゃ苦手で。 あのか弱いふりとかじゃないんですよあの、手がね、乾燥してるんかね、油がなくなったのか知らないですけど、<laughs> 滑るんですよ、つるつる、特に冬とか滑りません、つるつるって滑って、痛いんですあの、ペットボトルのギザギザが、手にこう、ガーってなって、痛ってなるから、すごいあれ得、不得意で、かペットボトルの蓋開けてって言って、開けてもらうとか。 それだって確かに家に帰ったらあのペットボトルの蓋にゴムみたいなんでこうかぶせて開けたらキュッて開くやつあるんですよ道具がそれで開けれるといえば開けれますよでもそんなん助けてもらったらいいと思うんですよなんかそういう感じイメージで言うとだから、まあ、そのペットボトルの蓋ごときで守ってあげたい、それはないかもしれんけどまああの 心理的にはそういうことですよそういういことの積み重ねがあそういう存在になるあ僕がいてあげた方がいいなと僕がフォローしてあげないとっていうふうに男性が自然と思うし女性もあの自分の苦手なことをあの助けてもらえて幸せ感じられませんなんか何でしょう苦手こんなにできないことがあっても自分はいいんだなって思える。 生き方って楽だと思うんですよもうあれもこれも私がやるなって言って全部自分で抱えて髪振り乱してみたいな人も、まあ、結構世間にはいるけどそれが好きだったらいいんですよ。自分で全部やりたい人 いいると思うかかららそそれははのの人の生き方だから別に否定はしないでも、まあ、うちに来られる方とかは基本男女性としてやっぱ守ってもらって生きていきたいなっていう人が多いと思うのでもしそういうふうにあなたが思われるんだったら自分の苦手なことは男性に頼る頼ってやってもらった方が自分も男性も幸せですよねっていうお話です。なのでまあ わざとなんか守られたくなるようにしようとかっていうよりも本来の自分の苦手なところをちゃんとあの素直に頼っていくことで守,れ守りたい女性になっていけることができると思うのでそうすれば手放したくない女性になれるんじゃないでしょうか。ということで本日の話は以上になります。最後まままままででおおききいいたたししししてありがとううございました、ま、た別の音声動画でお会いしましょう